はい、吉村です、今日はね、液晶クリーナーをちょっとね探してたんだけど、皆さんねパソコンとかあると思うんだけど、液晶ってどうやって綺麗にしてるかな。まあいろいろ方法あるんだろうけど、これね 3,4 年前だったかな、 MacBook の液晶のそのコーティングが剥がれるっていう、まあ、リコールみたいなのがねアップルであったんだよね。でまあいろいろやっぱり調べ、いろいろっていうかまあちょっと調べたりすると、やっぱりそのアルコール系で拭くのはあまり良くないと、いうのが結構書かれてた。で僕はねいつもっていうか今までね、このエルコムのさ、ディスプレイ用のね、アルコールフリーのクリーナーで拭いてたんだけど、全然綺麗なんだよねこれ。ただね、まあ、言ってしまえばその、まあ、油分とかあるでしょ、液晶についた。それをこれで拭いても取るんじゃなくて伸ばしてるだけだからすぐ汚くなるっていうのもあって、なんかないかなと思ってね、 Amazon ちょっと物色してたんだけど、ちょっとねいいものがあったんでね、いいものかどうかわかんないけど、とりあえず買ってみました。これねドイツのメーカーなんだけど、ロッチっていうのかな、ロッチデュオクリーン、これなんだけどさ、これ日本語で書いてあるんだよね。でもね、製造元は、ドイツです、メイドインジャーマニー。ただねなんかね流通元がね BTC 名古屋日本って書いてあるから、まあ代理店があるんだろうねきっとね。これねロッチデュオクリーンスクリーンクリーニングキットをお求めいただきましてありがとうございます。本製品はテレビ、パソコン、スマートフォン等の大画面に使用できるクリーナーですと。で1998年 にドイツで、開発されて作られたと。でまあいろいろなねその液晶メーカーね、エースススとか、なんだイーヤマとか、わかんねえな、東芝とか NEC とか、まあいろんなメーカーから推奨されてると、液晶クリーナーとしてね。で一応これはアルコール不使用で静電防止効果ありということですね。で結構量入ってるんで、買ってみました。とりあえずね。ちょっと開けていきますね。一応入ってるのはクリーナーとマイクロファイバークロスって書いてあるな。ああこれプシュプシュするタイプだね、指でプシュプシュっと、スプレーじゃなくて。それからこれはねなんだ、不織布かな、布じゃないな。まあファイバークロスっていうぐらいだからね。なるほど。じゃあね、どうしよっかな。ちょっと今汚れてるかな。ね、ちょっとね、パソコンの方にカメラ向けてみようか。あ、今ね、パソコンの方にカメラ向けたんだけど、特にね、今よ、そんな汚れがね、あ、ここちょっと、なんか、白くなってるね。じゃあちょっと拭いてみようかな。振るんだろう。このマイクロファイバーにスプレーして、拭いてくれということですね。この角とかね、油溜まりやすいんだよね。とは全体的に拭いてみようか。で乾いた面で空拭き。すべすべになった。どうだろう、これはねちょっとねしばらく使ってみないと何とも言えないな。あとねみんなねキーボードさ、ちょっとカメラ動かすよ、掃除するときってどうしてるかな。僕はねアプリ入れてます。このアプリ、キーボード
クリーンツールっていうアプリ、うん、これをね、立ち上げると、まあ、こういう画面になるんだけど、でこの上にあるね、ここね、クリックスタートクリーニングモードっていう、こうしてあげるとオレンジになるんだよね。そうするとキーボード何をしても、まあ、ロックされてるっていうのかな、キーボードが無効になるんだよ。うん、で結構 Mac のあのキーボードってこうテカったりするじゃない。僕はねいつもねあのなんだっけウェットティッシュあるでしょ、これはあのなんだウェットティッシュ普通のアルコール入ってないやつね、ピュアウォーターってやつ、これで例えばこうぐわーっと拭いてね、でガーッと拭いて、よいしょ。で、まあ僕はね、このちょっと毛足の長い、これはね、1枚持っとくといいですよ。これで空拭きしちゃう。拭いて。そうすると、まあすごい綺麗になります。うん。で、液晶もね動いたりしないからすごくいいです。で、クリーニングが終わったら、この上ね、クリーニングストップクリーニングモードと、まあ、これを押してあげるとこれが青くなる。そうすると、まあキーボードが有効化されるということ。うん、だからキーボード洗う、拭くときはね、これをオレンジにしてあげればいい。たらキーボードが無効になるから、キーボードを拭けるっていうのかな。うん。ということでね、まあキーボードのクリーナーの話になったのか、液晶のクリーナーの話になったのか分かんなくなっちゃったけどさ、ね、一応、メガネとかにもいいみたいだね、これ。うん。メガネとかさ、ゴーグルとか。ちょっと後でこれメガネ拭いてみようかな。うん、これでね、メイドインジャーマニー。250ml。こんだけあればしばらく使えるよね。うん。ということで、まあ、これはね、Amazon で評価良かったんで買ってみました。はい。じゃあね、今日はね、液晶クリーナーのお話でございました。まあ、あとキーボード掃除するときのね、便利なアプリの紹介、はい。じゃあね、今日はこの辺にしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。